同志社の英語行ってみましょう。全学部ですね、予備校でも答えが分かれてる問題もありますので、レベルの高い単語ですけど出てくるよね、単価帯では。で、 keep tabs on はこれ難しいですね。まあ悪問だとは思いますよ、予備校でも答えが分かれるんですけど。で始まりました、もちゃチャンネル。さあ今回はですね、同志社の英語行ってみましょう。全学部ですね、予備校でも答えが分かれている問題もありますので、まず文系の第1問ですね。まあ大問1はそこまで難しくないかなと思いましたね。この手書きの方がキーボードで打つよりいいよっていうですね、記憶にとか残りやすいとか、まあよくあるトピックなんですけど、はい、見ていきたいと思いますね。まず最初の問題は interact with なんで、はい、with を選べば OK で、次が in contrast、 これも簡単ですね。で、through only one format ですね。まあこれも全然難しくない。で、次は benefit from ですね。はい、benefit と使うやつという形で、まあ全然基礎です。2月2日の立命館より全然簡単ですね。で、続いて言い換え。はい、take over が conquer に言い換えられてますね。これはもう take over、 dominate に言い換えられてるの、すでにどっかの問題で紹介しましたよね、確かね。manage はまあ employ ですね、使うわけです。intricate、 complex とよく言い換えられますので、ぜひ知っといてください。こいつは重要表現ですね。で、 debate、 discuss の言い換えは基本。 ban と forbid の言い換えも基本ですね。 backup、 サポートする、バックアップするって日本でも言いますからね。 enhance、 高める、だから boost。 はい、非常に基本的なものだけでした。続いて言い換えですね。 give the brain more hooks to hang your memories on。 で、これなんかフックを、結構フック選手のフックですけど、分かってなくてもまあ3はいけんじゃないかなと思った。 be exposed to、 さらされる、だから当然文脈で分かんないといけないです、こいつは。はい、なんで given opportunities to engage in は、これはちゃんと文脈でやってください。 B の問題は知識でバババババッと解けると。ただ文脈必要な時もありますので気をつけてください。で、 C は基本的に文脈問題で、 D は謎の並べ替え問題ですね。並べ替えというより知識を使う、いろんなところに穴埋め問題があるみたいな、そういう問題です。疑問文なんで how does ですね。で、 handwriting compare、 the compare to なんだよね、これがね、ね、比べるわけですよ。そこのこの to をね入れられるかがやっぱ勝負じゃないですか。で、 drawing、 when it comes to ing ですね。で、 learning new information っていう形になります。使わないのもあるので注意。で、次、内容一致ですね。きちんと矛盾してるし簡単だったね。これ2、5、6はすぐにいけるなと思いました、この問題。はい、続いて大問2ですね。こっちの方がレベルが高い。コーヒーでしたっけ？そうですね。コーヒーがいろんなとこに広がっていくって話ね。最初は although ですね。はい。まあもちろん意味も必要なやつね。で、次は関係副詞の where。好きだね、やっぱね、入試問題。関係代名詞 vs 関係副詞ってめっちゃ問われるね。次が on a separate occasion。これはもう何度も言ってる。occasion は on と使うんだと。in とか at 絶対選ぶなと何度も授業で言いました。で、次は depend upon なんでめちゃめちゃ簡単。で、次、prized の言い換え。treasure ですね。まあ大事にしてるわけですね。これはちょっとむずいかな、引っ掛けが。次、sustain はこれ、nourish はきちんとやっぱ文脈でいかないといけないですね。単なる知識でいこうとしても難しい。で、次、bar はまあ prohibit 知ってればもう一瞬ですね。で、次、smuggle はこれもやっぱレベルの高い単語ですけど、出てくるよね、単管台では。内緒でね、持ってっちゃうやつなんで、transport、illegal が正解。で、renowned はこの noun っていうのが名前を表してます。これ名詞も noun って言いますね。そう、だから famous が正解。で、is attributed to なんで、attribute to の to のうちには原因が来るので、だから originates from の方です。一番を選ばないでね。次が答えが割れてるやつですね。happy を言い換えるとどれになるかっていうので、で、まあ悪問だとは思いますよ。予備校でも答えが分かれるんですけど、a happy circularity って言って、なんじゃ happy circularity って言って。問題を作った側の気持ちになれば、3のフィッティングだと思います、答えは。だ、happy にはスーラボーとか適切なっていう意味があるので、だから適切な、だからフィッティングだと思いますよ。だからこれね、ネイティブ聞くとわかんないんだよ、答えが。そう、だ、そもそもサーキュラリティっていう単語を知らないってネイティブたちいますんで、で、いろいろ聞いてみたんですけど、ハッピーサーキュラリティなんて知らん、聞いたこともない。で、フィッティングサーキュラリティどう、ブライトサーキュラリティどう、知らんって答えます。まあ普通に問題作る側からするとフィッティングの方だろうなと僕は思いますけどね。次のデューティー、まあこれも多義語だよね。まあこの場合だと物にかけられてるからヘビーデューティーで、だから税金ってわかるね、タックスだし。で、バストは基本ですね、ヒュージ。これも何度も何度も授業で重要だって言った。で、一回、just how it traveled to the Arabian Peninsula is largely a matter of conjecture。 conjecture 知らない人が多いよね。これ speculative っていう風にやってる3が正解ですね。これはレベルの高い単語です。で、次が it wasn't long before
the drink became popular with the rest of the population. そうですね。not long before が soon だっていうのが分かればすぐに3選べるかな。で、次、keywords the drink of the choice until 1773。choice 選ばれてんだから prefer を選べるでしょう。はい、次がまた並べ替えというか謎の問題ですね。their efforts って出て、despite 入れれば OK。coffee cultivation began to extend ちゃんとここに beyond 入れてくださいね。それを超えて、the middle east 変な選択肢ってことだけど、これ middle east 選ぶな。in the 17th century, mainly due to 好きだね。the Dutch, who dominated international shipping trade at that time ということでした。次は、3つはまあ選べんじゃないかなと思った。大問1より難しかったけど。和訳。Yet other tales view the spread of coffee simply as the result of the ongoing trade that existed between the two places. で、この two places をちゃんと明確にしないといけないわけですね。エチオピアとそのアラビア半島の間で行われてたってことです。その交易の結果で広まったんだよっていうね、そういう見方もあるんだよ。説がいろいろあって、こういう説もあるよっていう話でしたね、確かね。で、次は、会話。なんか絵描いててうめえみたいなやつでしたね。まあ、全然難しくないと思います。これは、立命館のやつよりは全然簡単だなと思いましたね。で、和文訳が、どんなにきつい練習をしてもそれを楽しく感じるなら君は才能があるということだよ。すごいなんかね、日本っぽい考え方ですね。If you enjoy practice, no matter how hard it is, it means you're talented とかね、そういう風に言えばいいかなと思いますけど。まあ、多分、まあ、no matter how の方を先に書いても大丈夫だと思いますけど、まあ、英語的には if を先に置く方が喋るときにこうスムーズにいく感じがするよね。はい、続いて理系いってみましょう。はい、理系の問題の方が全然むずい。全学部やっぱね、単語のレベルが全然違うんですよ。理系の方が毎回高いレベルだなっていう印象。最初は What を入れる問題ですね。これももうしょっちゅう出てますね。もう何回も話してる、この Which か What かみたいな問題めちゃめちゃよく出ますね、関係詞。で、次が Set out だっけ。 Set out to do、 これもなんか坂上さんの動画でも喋ったよね、これし始めるってやつ。で、 Stand out 目立つに、if at all ですね。まあ、if とね、at all 相性がいいですからね。そうだとしてもとかって使ったりするやつですよね。まあ、知ってれば解けるけど、知らない人も多いんじゃないかなって思いましたね。次が、言い換え、はいはい。imposing ね。これ、すっごいって意味だよね。だから、formidable なんて、これ知らないんじゃない?なんかこう、ああ、恐れ多いみたいですよね。previously, formally は基本。トイックでも出るね。depict 描く portray が簡単で。exquisite 素晴らしい。だから superb も大丈夫。extract はこう抽出するだから take out。protocol ね、procedure。最近はプロトコルって言いますからね、日本語でも。degradation ですね。はい。まあ、これ文脈でちゃんと腐っていくっていうのはわかるんで。decay を選んで、discard 捨てるっていうのはちゃんと文脈から排除するの方の discard だっていうのはすぐわかるし。選択肢でわかるしね。persuasive convincing がもう知らないとダメ。選択肢見ないでわかったし、これどうせ convincing だろうなって。次が、have turned that assumption on its head ですね。すごいイディオムだね。もう完全になんか変わっちゃうとかってやつなんだけど、まあ文脈でこれが違うっていうのが分かるので、まあ一番近いのは2になるか、in doubt。完全に変わったみたいなのはなかったね、選択肢に。次が、the passage of time is tough on DNA molecules。その DNA molecules が時間とともになくなってっちゃうというか分解されてっちゃうんですけど、deterioration っていうのは、まあ、すぐに分かる問題でした。ただ、deterioration を知らないといけないよね。で、次が、smashes the record for。だから、レコードをこう、レコードブレイキングするっていうので、それが、もっと前の時間だったっていうやつですね。マンモスについてでしたけど、これね。で、次は、ノーワンが来てて、ノーズが絶対来るでしょ。で、疑問詞が来るんで、where and for how long ですね。この for how long っていうのは、日常めちゃくちゃ聞くんですけど、やっぱ知らない人多いんで、how long だけの使い方しか知らない人が多いので、ちょっと難しかったかなとは思いますけどね。留学した時、すごくよく聞いた表現。で、linear thrive ですね。thrive っていう、この thrive はめちゃめちゃ言った。文明とかが繁栄するだけじゃなくて、いろんな生物が繁殖するとかにも出てくるから覚えとけってやつです。内容一応、まあ、いけるかな。238は取ってほしいかな。はい、次は、あ、これね、時々出るトピックだよね。氷が溶けてって水位が上がんの上がんないのみたいなやつですね。最初が If anything、ほら出たじゃん、これ動画で喋ったじゃん、この間。それは出題されてるし、まあ、よく出る。次、文脈からバットを選べる。あ、そうそう、文頭にバット置いちゃダメなんじゃないですかっていっぱい来るんですけど、まあ、アカデミックライティングだね。だわ、そうだけど、入試だったら別にそんな限定されないですよ。すごいコメントいっぱい来てたけど、限定されるの。で、次は Even。まあ、一応文法なんだけど、でも文脈も必要な問題だからちょっと厄介かな。次は Time goes on だから全然難しくない。で、次、インチン、この水がこう上がってくるやつだからね。moving でしょ?で、ストア持っとく、ホールドで大丈夫。projections ね。この未来のことを予想する方なんで、prediction。で、
ミニッシュ、はい、小さくなる、ミニッシュ、少なくなるですから、リデュースと選べて、で、カレンツはこの水の流れだから、ストリームズで、フロートは浮かぶ、ドリフトとも言いますね。で、デケル、よく出るね、これね、10 years っていうね、10年のこと、なんかしなきゃよく出ます。スプロールね、はい、スプロール現象とかこう広がっていく、ストレッチ。で、エミッション、まあよく出ますね、カーボンエミッションとかね、ガスが出る。で、keep taps on はこれ難しいですね。もともと帳簿をつけるとかじゃない。で、管理するっていうとこからそこにちゃんと注意、注目するっていうとこだからね。pay attention to ですね。文脈でいけたかな。次は carries with it a terrifying momentum。だから、モメンタム、その力っていうので、2を選んでほしいかな。で、次は even grade schoolers ね。grade なんで、first grade, second grade とか、ちっちゃい子たちのことを表すんですけど。nor to splash some water on the top of and the bottom of a drawing of the earth って言って、earth 書くときに上と下に白いのをこうやってつけるっていうので、北極とか南極をちっちゃい子でも知ってるっていうね、4番ですね。これはまあ文脈で全然いけるでしょう。that's largely beside the point. that の指すものがちゃんと分かってないといけないですね。aren't going to disappear とかって書いてあったから、だから消えないだから。だから remain で、beside the point ですね。ポイントじゃねえって言うのかな。そう、だから unimportant ですね。なんで1が正解ですね。banish は逆になっちゃいますね。はい、次、変な問題って思ったけどね、suggest that 入れて、で、as much as 入れて、has been due to 好きですね。よく問いますね。で、3つ選びなさい。まあ、これ読めていればいけるけど、うん、まあ、明らかに違う選択肢もあるからね。3、4、6かな。うん、で、和訳、despite a relatively small change in temperature。temperature のその変化っていうのがちっちゃかったんだけど、sea levels may have been 10 feet higher than they are today ですね。今より10フィート高かったかもしれんよ、みたいに言ってますね。海便が。で、次は超簡単。この会話は超絶簡単ですね。文系のやつよりも簡単。で、最後の英訳は、この種類の小説では作家たちはいつの日か本当に存在しうる新しい技術について書くんだってことね。サイエンスフィクションのことでしたね。アイロボットについても書いてあったね。だから、in this kind of novel で、writers とか authors とかね、write about technology, which might become a reality someday とかね、現実となるっていうね。だから、よずみの回答は come into existence っていうのを使ってましたね。はい、そんな感じになりますかね。はい、どうだったでしょうか。ぜひですね、受けた方、感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.